コンサートの終盤、テヨンはアンコール公演で着ていた白いシャツを突然脱いだ。それでも十分ではなかった場合、1995年生まれの歌手は聴衆に向かってそれを投げました。昨日から NCT が日本のファンに挨拶するコンサート、 NCT ネーション2THEWORライブドアイン JA 版が開催された。コンサートのアンコール中、観客も NCT メンバー自身もテヨンの予期せぬ態度に衝撃を受けた。コンサートの終わり頃、メンバーたちがステージから降りる準備をしている時、テヨンはアンコールパフォーマンス中に着ていた白い T シャツを突然脱ぎました。それでも十分ではなかった場合、1995年生まれの歌手は聴衆に向かってそれを投げることもできました。これを見てテヨンの後ろに立っていたジェミンは驚いたような表情を浮かべ、兄の行動を笑いました。ジェンルも同様の反応を示し、ジェミンの隣で立ち止まってテヨンに注意を払った。一方、シソンはポカンと口を開けることしかできず、血を隠している姿がカメラに捉えられていた。 NCT DREAM の最年少メンバーはカメラに向かって手を振りました。 NCT プラス127でテヨンと同じグループのヘちゃんは人差し指でテヨンの唇に触れているのが目撃された。もちろんこれにはファンからのコメントが集まりました。ドリーミーズの反応は本当に面白くて、彼らはテヨンがコンサートで見せるのが好きな大胆で率直な行動に慣れていません、テヨンに集中する代わりにジソンの反応を見て笑ってしまいました。